こんにちは。今、フーチャーという団体で代表をやってます。よろしくお願いします。早速なんですが、今表示しているのが温室効果ガス排出量に関する円グラフなんですけども、1位が 41% のエネルギー産業、そして2位の青色ですね、36% は何か分かりますか？正解はですね、豚や牛などの家畜なんです。毎日何気なく食べているお肉なんですけども、実は生産時にメタンなどを排出することからサステナブルな食材ではないのです。そこで私たちは虫を使ってこの問題を根本的に解決をしていきます。虫というのはですね、実は、生産効率がよく、環境にも優しいサステナブルな食材なのです。で、マーケットサイズなんですけども、2025年に1000億円、そして2030年には8000億円と予想されています。なんですけども、私は大事なことを一つ忘れていました。実はですね、虫が苦手なんです。ですが、言い換えると、虫が苦手という大多数なわけなんです。なので私が、虫を食べてもいいと思えるような商品は世の中に、受けられやすい。そこでですね、私は大きく2つの事業を展開していく予定です。で、生産に関してなんですけども、町のお茶と、あとイノシシの粉末を利用して商品を開発していきます。で、栄養価なんですけども、牛や豚と比較して高タンパク、そして低脂質となっております。私たちは人間にも環境にもサステナブルな社会を目指しています。目標金額は300万円、その半数がですね、製粉化まで、生産、そして製粉化で半分、そして商品開発が約30%となっています。で、現在の団体なんですけども、私が代表、そして私合わせて3名でやっております。以上です。ありがとうございました。